ご機嫌よろしゅうございます。落語もできる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。この番組はですね、我々落語家がいろいろな地方に参ります。そこでもってその土地の名家に出会うわけでございますね。これはもう和菓子が大変多くございます。そして楽屋祝いというような形で、お菓子を頂戴する、こちらも和菓子が主役なんですね。まあ、そういった我々の体験からこれはいいなと思った和菓子を皆様方にご紹介して、このちょっとしたパーティーへのお土産とかお世話になった方へのご挨拶、まあ、そんな形でお役立ていただきたいなという思いで、立ち上げた企画でございます。さあ、今回もですね、私が海外公演にずっと行ってます、その玄関口の一つでございます成田空港、そしてその界隈の成田、この成田という土地に、この着目いたしましてね、このいろんな和菓子をご紹介しているわけでございますが、さあ本日の和菓子というのはこちらでございます。これね、さすが成田です。英語です、ということもないんでしょうが、こちらはですね、こちらにありました柳屋本店さん、こちらのですね、一口栗蒸し羊羹なんでございますね。こちらも100年の歴史のあるお店でございます。そしてこの成田さん新勝寺の表参道にお店を構えていらっしゃる老舗でございますね。それでは中を改めてみましょう。こちらでございます。なんか成田さん新勝寺表参道、もうなんか豪快です。これね、一口すごいですよ。これ見てください。これ どっから見てもこれ三口ぐらいいけんじゃないかなっていうぐらいのね、もう大盤振る舞い、ね、それではじゃあちょっとこのクリっていう感じがね、よく映ってる、これを選ばせていただきましょう。これはすごいな。やっと姿を現してくれそうな大物でしたね。これすごいな。これはね、本当にもう豪快ですね。これね、これね、結構かじるときにもう栗、場所角度から言うと栗までたどり着かないんじゃないかっていうぐらい、この豪勢に入ってます。いや、ちょっとね、もう一口ってぐらい、一口三口ですけど、ちょっとで、かじらせていただきます。ちょっとお行儀悪くて申し訳ありません。なるほど。お、いいですね。まあ、クリーム塩感ですけどね、このちょっとほのかに塩味が効いてるところがね、これがなかなかいきます。はい、これはコストパフォーマンスといい、食べた気がする。だから今非常に一口羊羹ってものが流行ってるではございませんか。まあ、昔はね、やっぱり一皿って感じでしたけど、おうちにいるのもね、そうではなくて、今一口羊羹って割とね流行ってきてるんですよ。このやっぱり
豪快な量はちょっとないですよ。だから一口なんだけど甘いの大好きみたいな、一口ようかん二つ食べちゃうような人だったらもうこれもう大喜びでしょうね。いやだからこれをですね、あの一口が今ちょっと私餃子がかぶりついてしまいましたが、これねもうあの切ってこうね、彼女と二人で分けたりとかですね、そういう楽しみ方でも十分だと思います。やっぱりこのね、この土地ですよ、成田山新勝寺という、これがですね天慶3年あの940年開山ですからね。新勝寺というのはまだですから平安の時代でしょう、もうそういう頃からずっとね、開かれているということはもちろん皆さん信者の方、ここ来ますよ、この不動明王をね、なんといってもお祭りしてあるということで、そしてなんて言いますか、この成田と言いますとね、どうですか皆さん思い出すのが、海老蔵さんから今度團十郎さんになりますが、この市川團十郎家ですよ、ここの屋号が成田屋ですね。まあこの歌舞伎役者さんっていうのはみんな屋号を持ってまして、例えばそうですね、この菊五郎さんだと音屋とかね、茶団地さんだと高島屋なんてね、それでもってこの團十郎さんだとこの成田屋って来るんですね。このやっぱり屋号の掛け声が見るやはり醍醐味ではあるんですが、この屋号の始まりがこの成田屋から来ているそうでございます。でこれはあの初代の團十郎さんがなかなか子宝に恵まれなくて、そしてこちらの成田山新勝寺にこのお参りすることでもって、2代目男子が誕生した、そこからこの始まっているらしいですね。そしてここが一番この盛ったといいますかね、にぎわったのはやはり江戸でございますね。江戸という時代でございます。というのはこの太平の世が200何十年続きましたから、そうすると庶民が戦争がないですから豊かになるんですね。そういうこのいわゆる楽しみとか旅とかそういうことに回すお金が出てくるわけなんでございます。それでもってこうどこに出かけていこうというと、もちろん一番この有名なのはお伊勢参りですが、これはねお伊勢さんというのは一生に一度も旅と言われるぐらい、これはね遠くまで行きますから、もう少し気楽なところはないかなと思いますと、例えば、あれですね、この浅間神社ね、こちらの方は富士参り、でもって出かけていく。あとはこの二度草久遠寺、こちらの方も、まあ、江戸からは程よい距離で、まあ、行けるわけですね。でことにですね、この成田というところは江戸からだいたい急いば2泊3日、またゆっくりこの見物なんかすると3泊4日のコースだったわけでございますよ。これはまあ今でも団体旅行の一番このなんていうんですか、スタンダードな、日数ですね。そういう形で行って帰って来られたわけでございます。そうしますとですね、もちろんこれは皆さんこのお参りに行くとはいえそれだけじゃないんです。やっぱりこれは娯楽なんですね。この行くよとお参りしてくるよと言いながらもいろいろなこの景色を眺めたりですかね、そしてこの何といっても食べ物ですね、美味しい料理お酒をいただくなんてこと、そしてそして何といっても旅のに必ず必要なものといえばお土産でございますよ。そうするとこの成田山新勝寺の参道にはやはりね、素晴らしい、この和菓子や食べ物そういうものを売る店ができてくるわけでございますね。そういうやっぱり伝統の力で、こういった美味しい和菓子というものが生まれてきたわけでございます。まあ、この国志王冠というのはですね、これは明治の時代に成田山新勝寺で出したこの精進料理、そこのからヒントを得て、この作り出したそうでございますが、この柳屋さん、まあ、そういった歴史も感じさせてくれる味でございます。そしてやはりその伝統といいますかね、もうとにかく美味しいもの、これも競争ですから、そういう中で磨き上げられたの証ということで、ぜひとも皆様お召し上がりいただきたいと思う次第でございます。というようなわけでございまして、本日はですね、こちらの
和菓子でございますよ。どうしても覚えておいてください。この花木屋本店さんの栗蒸し羊羹、もう成田土産としてはもう最適でございます。というようなわけで、本日もチャンネル登録よろしくお願いいたしますよ。さて、それではご退屈様でございました。